赤レンガの喫茶店、白いテラスに腰掛けて、甘い香りを放つ紅茶はいかが。アンティークのティーカップ、銀のスプーンでかき混ぜて、淡い香りを放つ紅茶はいかが。木漏れ日差し込む休日の午後、花びらのような優しいひととき、レースのカーテンが揺れたのなら、ほらもうそこは夢の中。香りを放つ紅茶はいかが。白いドレスのミルクティー、澄んだ琥珀のストレート、淡い香りを放つ紅茶はいかが。木漏れ日差し